大分の安藤弘隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。安藤選手、あの選手といえば、あの別府競輪の別府の男、別府競輪の男、別府競輪の男たちです。別府競輪の男たち、あの CM で有名ですけれども、はい、恥ずかしいだけなんですけど、いやいやいや、なんかあのお兄様とのその仲の良さがすごい出てる。はい、あのカメラの中だけはですね。いやいやいや冗談ですけど。冗談ですね。いや本当仲いい感じです。そうですね、すごく、まあ、兄なんで、甘えさせてもらって助けてもらってますね。はい、あれですか、あのやっぱり本当にプライベートでもあれですか、お兄ちゃん、あの先輩と言わずに。まああの、ね、ちっちゃい頃は兄ちゃんってやっぱね、はい、あれだったんですけど、今はまあ普通に、はい、あの兄貴ってね、はい、言わしてもらってます。はい、なんかあの CM で兄ちゃんっていうのがすごいいい感じで棒読みなんですけどねお兄さんの影響で競輪選手。そうです、あのもう小さい頃からあの兄の真似ばっかしして育ったんで、はい、あのその流れで自転車乗って選手になってっていう。お兄様が自転車乗ってるから、あ、俺も乗りたいなって。はい、もうそんだけです。え、じゃあこう一緒のお仕事してるっていうのはどうですか、お兄様と。どうですかね、そんな特に意識することもないんですけど、やっぱお互い気にかけて、あの本当プラスな関係ではいれると思います。はい、まあ本当同じ目線で、はい、あの話もしてくれるんで、はい、お兄ちゃん大好きですちょっと大好きって言ったらなんかあれですけどねまあ兄弟、2人兄弟なんで、まあ本当助けてもらってることばっかしかなっていうふうには思います。そうなの選手、はい、最近の地元のこの2場所前の地元記念、はい、見事決勝進出で。そうですね、はい、あのもう素直に嬉しかったのと、本当いろんな人のおかげで、はい、決勝に乗ることができたかなっていうふうに、あの本当に感じました。なんかすごい謙虚ですよね、そういろんな方っていうのは。いやでも、もう本当その通りなんで、はい、もう僕一人で何もやってな いやもう本当いろんな人のおかげでできてるんで、はい、本当ありがたいですね。四日市はどうですか。四日市はあの好きなバンクの一つなんで、はい、楽しみです。はい、明日からの、はい、目指すはどこですか。もちろんあのみんなそうと思うんですけど、はい、やっぱしあの一番になれるように頑張ろうと思います。はい、安藤選手ですけれども、プライベートでは1月にご結婚、はい、はあ、おめでとうございます。 ありがとうございます。おかげさまで、はい、なんかこう左手にこうキラリと光るものがありますけれども、はいはい、どうですか新婚生活は。ですね、すごく助けてもらって、はい、ありがたいですね、はいはい、こう新婚家庭だと奥様はどうなんですかね、こう行くとき、こうレースに行くのはちょっと辛かったりしますか。いえいえ、そんなことはないです。あの、ね、行かないとあのご飯食べれないんで。まあそうですね、そうですね。え、じゃ あの普通に行ってくるよみたいな感じですか。もう、はい、普通に、はいはい、あそこでこうあのお出かけのチュッとかそういうのはないです。それなくて、あ、もう普通に行ってらっしゃいって、はいはい、帰ってきたらどんな感じなんですか。あ、もう本当いつもと変わらずで、逆にいつもと変わらず迎えてくれるんで、はい、それがすごい良かったりします、はい。まあ、今回さえはもちろんですけど、今後どんな風に戦っていきたいと思われてますか。そうですね、具体的な目標がそんなになくって、はい、ただもう明日のレースっていう具合に一つずつクリアして、少しずつ強くなっていけたらいいなっていう風に思ってます。はい、では最後ですね、ファンの皆様に今回さえの意気込みをお願いします。4日間、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。